ふるさと納税制度から大阪の泉佐野市を除外したのは違法だとした最高裁の判決を受け、泉佐野市の千代松市長は今日総務省を訪問し、制度への復帰を要請しました。総務省を訪問したのは千代松市長のほか、大阪府の山野副知事らで、高市総務大臣宛てにふるさと納税への早期復帰を求める要望書を提出しました。最高裁の判決の中ではですね、はい、今までの過去の対応についてその社会通念上、節度を欠いていたという趣旨の指摘がありました、はい、今後はふるさと納税の発展に向けて法令遵守の下で、新たな形で臨ましていただきたい。